メルクはドイツダルムシュタットを本拠とする化学品、医薬品メーカーである。その始まりは17世紀に遡り、現存する医薬品、化学品企業としては世界で最も長い歴史を有しているとされる。メルクの資本の70%は創業家であるメルク家によって所有されている。メルクも同家に経営されている。メルク側は米独両者それぞれの具体的な経営に関係は ないと主張している。アメリカ合衆国のメルクカンパニーは、メルクの名称使用権を北米に限って有しており、日本を含む、その他の国や地域では、MSD と名乗っている。メルクでは67カ国で、約3万8000人の従業員が医薬品、化学品事業に従事しており、化学品分野では、液晶及び有機エル関連材料、自動車塗装や化粧品向けのパール顔料、 コンシューマーヘルス関連、試薬などのライフサイエンス関連、バイオテクノロジー産業向け特殊化学品の製造、販売を行っている。また、医療用医薬品分野では、2007年に設立されたメルクセロノが、ん領域、神経変性疾患領域、不妊治療領域、内分泌領域、自己免疫疾患及び炎症性疾患領域、心血管、 代謝領域の治療薬を販売している。メルクの歴史は、フリードリッヒア・ヤコブ・メルクが1668年、ドイツ・ダルム・シュタットで、天使薬局という薬局の経営権を取得したことに始まった。19世紀前半には、アルカロイドの調合に成功。それを紹介した6代目、エマニュエル・メルクによって、それまでの薬局から研究開発を行う製薬企業への業務変革がなされた。 さらに1880年頃から1900年頃にかけては本国外の英国ロンドン、米国ニューヨーク、ロシア帝国のモスクワなどにも拠点を設置、世界的に事業を展開するようになった。メルク本社の施設群2001から2015年に使用されたロゴしかしながら第一次世界大戦末期の1918年、メルクがドイツ国外に有していた多くの事業拠点は、 連合国に接収され、アメリカ合衆国では、メルクが新たな独立企業として事業を始めることとなった。メルクが現在のメルクとして株式を一部のみ公開。フランクフルト証券取引所に上場したのは1995年のことである。現在は株式の約30%程度を公開しているが、残りの70%はメルク一族が所有している。 2018年時点で275人にいる。メルク一族は、メルク株の約70%を所有し、メルク本社内にあるファミリー企業 E メルク KG のパートナー委員会を通じて、メルクの経営を監督する。事業の細部や実行には関与せず、1億ユーロ以上の大型投資案件、役員報酬の決定、執行役員の選会人などへの承認に限定している。 メルク一族の保有株は一族内の売買か相続でしか移転できず、新たに株主となる一族のものはメルク大学と呼ばれる研修を受講することを求められる。また、2010年には米国マサチューセッツ州を拠点とする世界的なバイオサイエンス企業ミリポアを、2014年にはルクセンブルクを拠点とする半導体向け特殊化学品メーカーの AZ、 エレクトロニックマテリアルズ株式会社を買収し、半導体事業を大した。2015年には、米国ミズーリ州セントルイスを拠点とする世界的な科学薬品メーカー、シグマ・アルドリッチを買収して、ライフサイエンスの分野で事業規模を拡大した。メルクは、アメリカ合衆国を拠点に、同じく世界企業へと発展したメルクとの区別のため、ドイツのメルク、ドイツメルク、または、 メルクダルムシュタットなどと呼ばれることもある。正式には、米国とカナダのミエンドという商標を使い、それ以外の国では、マークの商標を利用している。2007年以降、日本での事業は化成品メーカーとしての、メルク株式会社と、純粋な製薬企業である、メルクセローの株式会社の2社体制となっている。一時は、メルク製薬株式会社という製薬会社も有して、 いたが、その事業分野であった、ジェネリック医薬品などの取り扱いがリストラされたことから、売却されて消滅した。1968年、メルクの日本法人として、東京都港区に設立された、メルクジャパン株式会社が始まりである。メルク株式会社は現在、ディスプレイ用液晶材料の主要サプライヤーとしても、知られ、約700名の従業員を雇用している。 1975年には神奈川県厚木市近郊に配送センターを建設し、1991年には本社を現在地である東京都目黒区に移転した。2002年メルク株式会社に社名変更。2007年には医薬品事業を分離し、新たに設立されたメルクセローの株式会社に統合した。2011年11月にはその前年にメルクが アメリカ合衆国のバイオサイエンス企業、ミリポアを買収したのに伴って、同社の日本法人であった、日本ミリポア株式会社を統合した。詳細は、メルクセローノを参照メルクセローの株式会社は、2007年10月に設立されたメルクセローノの日本法人である、スイス、セローの社の日本法人として1976年から事業を行っていたセローのジャパン株式会社に、 メルク株式会社の医療用医薬品事業部を分離、統合することによって設立され、主にがん、不妊症、内分泌、代謝の3領域における治療薬の開発、販売を行っている。1998年1月、メルクは日本での医薬品事業への参入を目的に、スウェーデンの製薬企業アストラの日本法人、アストラジャパンから安営事業部を買収。 メルク保衛株式会社を設立して、ジェネリック医薬品ビジネスに参入した。商品には、ジェネリック医薬品のほかアナフィラキシーショックの補助治療薬、エピペン注射液などがあった。その後、2001年10月には、長瀬医薬品、株式会社の医薬営業部門を統合。2005年1月には、模範医薬品を合併して、事業を拡大。 2006年7月にはメルカホエをメルクの完全子会社としてメルク製薬株式会社に社名変更した。しかしながら2007年5月メルクはジェネリック医薬品事業をアメリカ合衆国のマイランに売却して同事業から撤退。2008年5月日本のメルク製薬もマイラン製薬に吸収されて消滅した。ABC メルクグループマック区がドムスタと ジャーマニー最新版18-04-2011平成23年12月7日閲覧メルクはメルクとは違いますマーククがドムスタッド、ジャーマニー最新版31-10-2011平成23年12月7日閲覧ドクメルク一族結束し350年密な対話が長寿の秘訣 日経産業新聞2018年12月12日2018年12月25日閲覧 AB 会社遠隔マーククがドムスタットジャーマニー最新版31102011平成23年12月7日閲覧 AB メルク株式会社マーククがドムスタットジャーマニー最新版28102011 平成23年12月7日閲覧。メルクセローの株式会社、マーククが、ドムスタット、ジャーマニー最新版24-10-2011。平成23年12月7日閲覧1950年に、設立された安営薬校株式会社を前身とする。マイラン製薬について、マイラン製薬株式会社、平成23年12月7日閲覧。 A.B. シッパーマイラン製薬カーゴリポート2009ジャニアリーグローバルサイト日本法人サイトありがとうございます。